崎市の北部生田緑地内日本民家園の隣に私立青少年科学館が完成し、このほど伊藤市長が出席して開館式が行われました。この科学館は総工費およそ9700万円をかけて建設したもので、美しい星空を映し出すプラネタリウムが中心です。直径16メートルの丸天井に4500個の星を映し出すことができ、いろいろな星座や折から接近の火星のことなど、子どもたちに分かりやすい説明も加えられます。館内には宇宙に関する写真や模型、スライドなど理科の勉強に役立つ展示場や展覧会、講習会、映画会などの催しができる催し物コーナーがあります。また将来は誰でも楽しく利用できる実験室、工作室、視聴覚室などを作る計画もあり、学校では得られない科学についての興味ある勉強の場として幅広い活用が望まれています。